どうも、PDR さんのゴミ箱へようこそ。今日は安倍ぴょんをやりたいと思います。これは自民党の公式アプリらしいです。ごめんなさい。これはちょっと予想外でしたね。これと、この iLife に入ってる著作権フリー音楽の組み合わせがちょっと、やばかったですね。じゃあ、やりましょう。なるほど。ポイントを貯めれば、コスチュームを変えることができるみたいですね。まあ、どうでもいいですね。またこういうゲームかよ。飽きた。安倍ぴょんでした。ちょっとした暇つぶしになると思うんですけど、この手のゲームも PDR さんは完全に飽きてしまった上に、著作権フリー音楽がかなりうざかったですね。その上、相棒、何？安倍ぴょんの制作費、噂だと1000万円らしいよ。これが？うん。1000万？うん。マイナス5ラテニアンポイント。世の中にはまだまだクソアプリがいっぱい存在します。でも今はどうでもいいんです。そんなことは早くポケモン GO を出してください。任天堂さん。